Ni.著作フリーをね流したいと思います。ハケがね、いいね、あの著作フリーが欲しいけど、そんなのはないんだろうね。まあ贅沢言っちゃうのあれだけどね。コマーシャルが続かなきゃいけない。作るな。428っていらないかな。うん、ブー、著作フリーで。著作フリーで、あの、420MHz でないの。これはどうなんだろうな。まあこれからね、著作フリーっていうのがね、あの台頭してくれればいいなと思うんだけどね。自分でもこういう曲作れればいいんだけどな。ジョン・レノンさんのあれはいいらしいね、うん、なんか著作権フリーの曲、うん、そうヘルツで言うと528と400、328、うん、538と428のヘルツがね、あの本当はいいんだって。440だとよくね争いとか起きるんだって。なんかいや、ロックとかパンクはあんま良くないんだって。あのヘルツがね悪いとね、こう喧嘩になったり、そう、あの争いが起きるんだって。でうちね最近ねこういうあのヘルツをね勉強してるわけじゃない、興味持つようになってね、あの見るようにしてますわ。うん、音がちっちゃいね、ヘルツがね。うん、こういう音が自分作りたいな、いな、ヘルツ。うん、これは963ヘルツと528ヘルツ、ソルフェジ。